こんにちは。本日の動画は、こちら。ピンとボルトです。ピンの口から丸い棒を刺し、その先にボルトを止めています。このボルト、ピンを割らず、道具も使わずに外すには、どうすればよいでしょうか？実は簡単です。棒を持って回すと、ピンとボルトの間に摩擦が生まれ、ボルトが回転します。二つのボルトが同時に回転し、外れるはずですね。反対向きに回せば、ボルトの回転方向も逆向きになります。これでボルトを締めることもできますね。さて、物理エンジンでは、ボルトの再現やらが大変です。そして実際にやってみた方が参考にしやすいので、早速試してみましょう。まずは棒に穴を開けましょう。開きましたね。穴にボルトが通るかどうかチェックしておきます。いい感じに通りましたね。完璧です。当たり前ですが、ナットもきちんとボルトにはまります。ここがスムーズじゃないと、ピンの中で締めるのが難しくなります。ピンは、家にあったリンゴジュースの空き瓶を使いましょう。実はそこが開いてたりはしませんよ。ではここにボルトとナットを入れます。そしたら棒を入れて、棒の穴にボルトを刺すために、頑張ってボルトを立たせます。もしかしたら、ここが一番難しいかもしれませんね。やっとできました。そしたらそれを倒さないように、丁寧に棒の穴に刺します。次は、ナットをボルトの上にセットします。ここも意外と難しいです。斜めにならないように頑張ります。できましたね。そしたら、最初の1、2周は、優しく瓶の斜面を使って回します。すぐに外れないくらいになったら、棒を引っ張りながら回転させましょう。わかりますか？ナットが回転しながら、ボルトにはまっていきます。ほら、これで完成です。引っ張っても取れません。親や友達に自慢しましょう。外すときは、棒を回す向きを逆にすれば、OK です。よく滑るので、ちょっとコツがいることがわかりました。どうでしたか？実際に作って遊べるので、ぜひ皆さんもやってみて、Twitter で教えてください。それでは、また次の動画で。